はい、皆さんこんばんは。今日はですね、まあどっちかというと天体写真の方々はまあ私のブログとか、ご存知かと思うんですけども、そうじゃない、まあビデオだったりとか他の、ジャンルの方にですね、天体の、まあご紹介をしようということで、私が、まあ今夜、完成させたばかりの金星付近の写真をですね、まあお見せしたいと思います。ご紹介したいと思います。はい。これは、12月の20日にですね、私が奈良県の三重ってところまで車でずっと行って、一晩かけて撮ってきた作品です。トータルでですね、まあ、260分。つまり、4時間20分かな?うん。まあ、とんでもなくこう、録音して、1枚の写真にしているということですね。はい、ということなんですが、ちょっとですね、こちらちょっとご覧ください。はい、あ、ちょっとね、ここだな。はい、こちらはですね、三重牧場、というところです。これ現地ですね。はい、でこれ私新星系写真と言いまして、普通ね長時間録音するとですね、景色とまあ星空どっちかが流れてしまうんですけども、まあ両方を止めるような合成方法を、私が提案して新星系写真というふうに呼んでる写真です。はい。で、まあ、それはさておきですね、この、皆さんね、星空知らない方でもご存知のオリオン座っていうのがありますね。この三つ星があって、で、こう、星がありますと。はい。で、このね、赤いのがね、肉眼では見えなくて、写真で初めてこう、映ってくるようなね、そういう、まあ、赤い星雲とかガスっていうのがあります。はい。で、例えばですね、これが、馬頭星雲。で、こちらがオリオン大星雲。ちょっと飛んじゃってますけどもね。はい。で、こちらに、コーン星雲、ああ、ごめんなさい。こちらに、バラ星雲。で、ワシ星雲とかあるんですけども、今回ご紹介する、コーン星雲というのは、こちらですね。はい。こちらはですね、この画像はカメラレンズで撮ってます。もう超広角、超広角かな、タムロンの15ミリから30ミリというね、ズームレンズがありまして、F2.8 のね、それを、まあ、15ミリのワイタンの方で撮ってます。はい。で、まあ、これ、まあ、そこそこ何時間かかけて炙り出したんですけども、こういう冬の天の川がザーッと流れてて、うん、で、このバラ星雲の上にコーン星雲というのがこうあると。ね。カメラレンズで撮ってもですね、このように、ガスとかね、いろんな星座とか天の川っていうのを楽しむことができます。はい。で、これ今、200% で見てます。ね。ちょっとね、こう、色周差とかいろんなものが目立ってくるんですけども、この、まあ、コーン星雲ね、暗黒帯がこう伸びてて、ね、これ引いていくとですね、天の川の中にあるんですよ。ね。で、その中にこのコーン星雲っていうのがあって、このようなね、形をしてます。はい。で、今回はですね、切り取り方としてはね、こんな感じで切り取ってます。はい。こんな感じで、こう切り取ったものが、私が持ってる天体望遠鏡のイプシロン180というですね、500ミリの F2.8 というね、口径18センチの、まあ、カメラレンズからしたら、非常に巨大なね、レンズですね。それで撮ったものがこちら。はい。になります。はい。もうこれはね、天体望遠鏡の領域ですね。はい、カメラレンズではですね、まあこれ15ミリなんでね、比にならないと思うんですけども、こういうね、色周差のこう青いのがこうポツポツ見えますよね。はい。こういうのをクローズアップできるのが、天体望遠鏡です。はい。で、カメラレンズに、じゃあごめんなさい、イプシロン180という天体望遠鏡にデジカメをつけて撮ってもいいですし、で、私は、専用の、モノクロ冷却 CCD というね、ちょっとお高い高、カメラを、使って、撮っています。16ビットのですね、なんだろう、ペルチェ冷却っていうので、クーリングファンがついてて、マイナス、30度、40度とかね、冷やしてこう撮る。で、パソコンにダウンロードするっていう、非常にこう特殊なカメラを使って、撮っています。はい。で、これがなぜ、コーン星雲、っていうかっていうとですね、これひっくり返すとですね、このように、ほら、なんかね、あ、ごめんなさい、コーン星雲ってなんで言うかってわかんないな。これね、別名がクリスマスツリー星雲?星団?って言うんですよ。ごめんなさいね、あんまり知識ないんですけども、なんかね、この三角、逆三角形、まあこれひっくり返すと三角形になってて、クリスマスツリーのように見えると。いろんなこう飾り物があって、まあきらびやかにカラフルに見えるということですね。はい。で、まあ、クリスマスツリー星団とかって言います。
はい、この辺りにね、こういうなんかちょっとこうあのオレンジ色の星々があったりとか、あとなんかねこれね、これ面白いですよね。これねちょっとひっくり返す、ね、90度傾けるとですね、なんかねカタツムリ星雲って私は呼んでるんですけど、なんかほらカタツムリに似てませんか。ここが目でね、こっちが本体で、うん、そういうねなんかあのいろんなねオブジェがあるんですよ宇宙にはね。はい、カメラレンズではですね、まあこう分からなかったようなディテールがね、こう望遠鏡でね拡大してクローズアップすると見えてくると、はい、いうことで、天体写真というのはですね、非常にこう面白い、いろんな発見があってね、面白い、まあ、趣味かなというふうに思っています、うん、難しいですけどね、あのこれね画像処理というので、かなり強調してます、はい、普通にこの写真でもそうなんですけど、この写真でもそうなんですけど、これオリオン座ね、普通だったらもうオリオン座の点点点しか見えないじゃないですか、うん、でこう強調処理することでこう浮かび上がってくる天の川とかこういうガスがあるんですけども、こちらもですね、あの取っ手出しみたいな感じだと、もうほんと星しか映ってないんですよ、ね、だからコンポジットって言って、枚数を何枚も重ねて、で平均化することでこうノイズを少なくしてね、あれを少なくしてってやっていくと、こう浮かび上がってくるんですよね。必ず、まあこれは別に私が描いたもんでも何でもなくて、こういうね、形が誰が撮ってもこう浮かび上がってくる。うん。で、強調処理しますんで、いろんなね、こう色ムラだったりとか、難しいところがありまして、フラット処理とかね、非常にね、天体写真というのは高度な分野だと思います。特にこのフォトショップのスキルが非常にこう要求される、まあ難しくも面白い趣味かなっていうふうに思います。はい。ですので、こういうね、高温星雲とかね、まあ、こういうなんかカタツムリみたいな形した星雲とか、こういう暗黒体とかですね、うん、非常にね、興味深い対象、このエリアだけじゃなくてですね、いろんなところに、まあ、珍しいね、対象がありますんで、皆さんもですね、ぜひ、天体写真やらない方もですね、まずは、カメラレンズ、というのを使って星空に向けて、撮ってみると。で、まあ、1分2分録音するとですね、今度星が流れるんですよ。ね、そうすると赤道儀が欲しくなってくるとか、ね、これは小型の赤道儀で簡単に映りますけども、こういうちょっとね、まあ、焦点距離が長くなってくると、小型の赤道儀だと不安定だとかね、いろいろとこう大型になっていったりとかするんですけども、そういった沼とかもあってまた面白い、まあ、趣味かというふうに思っております。はい。ということで、今回は高温星雲のご紹介をさせていただきました。はい。以上です。ありがとうございました。